このアクティビティの名前は洗濯物を干すことです。小さな濡れたタオルがあります。そして洗濯バサミもあります。これから干します。このアクティビティは終了しましたが、何度でも繰り返すことができます。これは洗濯物の干し方を学ぶことです。ありがとうございました。